今からナイトキャップを殺します。ここかー。よーし、前回は怖かった。本当に怖かったぞ。お絵かけっこはなしで頼むぞ。軽くでいいね。うん、がっつりはきついから。あ、またバッテリーゲーか。あれ？ガスマスクエリアだ。なんかさ、あれ？ん？あ、これつけてなきゃダメってこと？ではない。なんだこれ？いきなりいけないんだけど。あ、あったあった！むずいって、あぶねえ。よかった、時間かかんなくて。あ、ビデオデッキと、あるある、今回はある、今回見れるぞ。どこ？こっか。何？いや、もう音が怖えんだ、これ。ねえ、次のメッセージはプレイタイム社の従業員に向けたもの。午前11時01分東部標準時、未知の敵対勢力がプレイタイム社の施設内に存在することを確認。施設内の従業員は直ちに緊急避難プロトコルを開始せよ。所持品は一切持たず、敵対勢力に近づかないこと。避難経路が使えない場合は隠れられる場所を探すこと。毛布やクッションで体を覆い、音を立てないこと。窓は一切覗かないこと。いかなる場合もドアは開けないこと。誰とも目を合わせては。お、開かないやないかい。いや、マジかよ。めっちゃ暗いじゃん、ここ。開いてないよね。ちょっとバッテリー、あれか。ここのバッテリー使いってことか。ごめん、もう。あれだわ。脳が回らんわ、脳が。いやー、怖えー、これ。ま、今回のポッピーの経験上、こういうね、普通の部屋はね、あ、椅子の防火びっくりした。こういう普通の部屋はね、あんまりなんだよね。開かないか。これなんだこれ。ヘルプジョイ。今日もジョイに助けを求めてます。あー、もうやだな。またか。うん、なるほど。でもこれはね、さっきのとこから持ってこれないよね、角度的にね。え、これ俺の足音？ちょっとやばそうな匂いもするけど、なんだこの音。ピアノみたいな音する。あっあっ、ああいけない？いけないよね？うわー、やばい、ちょっとマジか。どうしようこれ。あ、バッテリーあんじゃん。なんだよ、
言っといてや。いやー、あー来るねー、ほぼ間違いなく。おう、もう開くだけで怖いんだからもうねえ。もう何にもないんだよ、入らせないでよ、怖いからいちいち。ないね、ない、開くだけだ。うっ、あれ何にもない、そんなわけはない。あー、こっちか。うわ、いきなり、あ、明るいか、多少。あ、よかったー。よし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 。なんとかこれ出るっぽいから、暗いねん、てか。ジャンピングホッパーがここ。ジャンピングジャンピングで。あ、いいよ。こういうところの方が全然怖くないんだよね。俺、ああいう学校系が一番きついからね。あー、ギミックだな。これギミックだよね。コードを引っ張る系だね、これね。で、ここはジャンピングジャンピングホッパーになってるから。ん？ま、いったそのケーブルが必要だな、ケーブルが。あれ？いちいちどこ行くかわからなくなっちゃうな。なるほど、なるほどって感じだな。これは触れるだけでいいのか。あれ、一番射程距離が長い、これで無理なら。ね、待って、こうか、こうじゃない、引っかからない、あれ引っかからねえ。いやー、届かねえわ。どうやって巻きつけんだってっちゅう話だね、これね。あれ？これ、あ！なんかあった！なるほど！こうで、こうだね。あ、で、ホッピングホッピングで、あ、じゃあこっちじゃダメか。こうで、ホッピングにして、こうだ。で、こうで、こうでどうすんのって感じなんだよね。そもそもどこに行くかをよく分かってない。まあ、一旦巻きつけて下がってみるか、一旦。はい。落ちちゃった。落ちちゃった。たらダメだよね、これね。よくわからん。おー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 、何かがいけたっぽいけど、何これ、どこがどうだったのこれ。あ、これか。いや、違うな。あー、これだこれだこれだ、いけたいけたいけた、セーバーいたよ。なんかやばない？これでね、扉の近くに行かなくていいのはすごくいい。なんか見えない壁ある気がする。もう結局、うわ、結局こういうエリアに戻されちゃうわけね。なんか追いかけっこしてくださいねみたいな配置じゃないこれ。来るかもしれん。でも OK、 ギミック沼ってなんか10分くらい時間かかったから。あ、ハエがたかってる。ということは開かない。 OK、 そっちしかないね。なんもないね。あ、明るいよ。
はないね。なんだ、あ、またあれだわ、テレビ。今日はなんかあれだよ、簡単にゲットできる場所になるよ。ああ、これはハードマンご夫妻、どうぞこちらへ。さあおかけください。見学はいかがでした？その予想を超えました。ルートヴィッヒのスピーチを聞いて、ここの素晴らしさを確信しましたよ。本当に魔法みたいな場所なんです。入った瞬間から我が家のように感じました。入り口のドアを開けた瞬間に感じました。二度とここを出ることはない。まるで子供の頃に住んでいた家を思い出して心が落ち着く感覚。それでジェルミーにもそういう家を？はい、養子に迎えたいと。素晴らしい、お二人ならきっとあの子の。え、何か？そのとても複雑な事情があるようで。事情って、あの、どんな事情なんです？わかりません。そのテスト中とだけ。あ、どういう意味です？教えて、どういう意味？グレイバーさん、ちゃんと説明してくれませんか？ねえ、担当者でしょ、どうしてわからないの？どうして今になってそんなことを？ああ、私、すいません。ちょっと待て、これおかしくない？先進む道がないんだよ、行き止まりなんだよ。追いかけられて引き返せみたいなやつじゃん、これ。マジかよ。あ、そこが、そこをバナか。そこ開くようになったりする？鍵がない！もうこれやめてよ、ガスマスクでびっくりするからね。これだー。はー、く、くる。お、ねえ、私クラフティーコーン、お絵かき手伝ってくれる？青色お願い。どうも、次は赤色をお願い。赤が欲しいわ。あなたの血がねえ！君が赤色を隠したでしょ、きっとそうよ。させよ！あ、よかったわ。ブイユ、な、どういうこと？やられちまったってことか？よくわかんねえけど。これもうちょっとさ、どうせなんもないべ、これ。俺はこういうのに詳しいんだ。こういうところは何もない。このゲームをマスターしてたんだ。エレベーター？これ重要かもしれん。頭に入れとくわ。いつでも。水か。ヘルプ！ラン！これあの女にも追いかけられた時にランって書いてあったんで、壁にね。よーし、まあ時間的にもそろそろ来てもおかしくねえだろ、これ。オッケー、心構えだけはな。ごめんなさい、暗くない？そっちか。ほっ、いやー、音で上がる、来るね。間違いなく俺発狂することなんだろうな、これ。あ、毒ガスか。な、見えな。あ、さっき行けなかったとこか。うわ、ここあれじゃ。歩いてたとこでしょ、さっき。そっち側から見て。お、鍵開けとけよ。
やべえなこれ。お前これでラストなら許す。開くねえ。なるほど。やばい、もう撃ちすぎてねえじゃん、焼夷弾が。これもただあれだけか。となるとここか。ん、あとこのガスマスクどうにかならんか。これ怖すぎんねんこれ。お、なるほど、完全に理解したわ。まあ、とりあえずあれがねえと。でも見えないんですって。どこにあるバッテリー。あった、あ、バッテリーじゃないこれも。ん、とりあえず電気つなぐとこが2箇所ね。あれ ?3 箇所?それだから暗くて場所が把握できないっすね。3箇所だ!でもバッテリーがないから何もできません。4箇所?嘘だろ?ああ、取れた!なるほど!窓越しにってことか。いや、見えませんよ!奥さん。全然見えないよ。もうドアがどこにあるかもわかりません。あ、つか、違うや。見えないでしょ。バッテリーはとりあえずここか。オッケー。これで電気が通るようになりました。どこから手つけていくか。どうせ俺だから、俺のことだからわかんなくなっちゃうから。まあ、この壁から、あ?電気が取れない?あ、取れる取れる。あー、なるほど、そういう感じ?ここ。あれ?あー、なるほど。一時に3箇所システムか、これ。こんな見えないのに。これ頭おかしになるで、じゃあ。そんな一度に3箇所もやられたら。ここ。で?ここから取って、ここ。ここから取って、ここ!開いた!なんも見えないのやばすぎない?あお!あ、オッケーオッケー。まあ、ギミックが来たってことはね、あ、大丈夫だ。何の音？あ、これ簡単やんないやつやん。これいつも簡単だからね。あれ？回んない。なんで？あそこは固定ってことかな。普通に場所的にここだべ。で、上もある。そしたらわけわかんねえことになっちゃうのこれ。あそこで、ジャンピングジャンピングあんじゃん。ここがよく分かってねえな、これ。俺動かねえんだもん。まあ いや、とりあえず照、おお、びっくりした。照準をここにするってことだべ。え、あれ、よく分かんないけど、なんかリフトが降りてきた。ここを押すとリフトが登るってことか。なら、いたこうか。これで上に行く。ってことじゃないんですよね。そんな甘いゲームじゃねえんだよ、このゲームは。なめんじゃねえよ。で、バッテリーもあるね。こっから来たんだよね、俺。バッテリーとりあえず必要だな。取れない?あれ?ボッテリー取れないよ。あとここちょっと怖いから閉めとこう。じゃあわからん。こうか。元に戻してなかったから、引っ張っても意味なかったのか。
で、こうか。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。あ、バッテリーが2個で、エネルギーダウンしちゃったけど、どういうこと？ちょっとギミックがむずいってば。ここ引いても特にだよな。いや、必ずでも上に行く意味があると思うんだけど、今のところだな。あ、動かせるようになってる。あ、なるほど、なるほど。あれか、通ってたから動かせなかったんだね、これがね。お、いったいったいった。ん、どこがどうなんねん、これで。あ、ジャンピングオッピーオッピーじゃない。え、そこに行ったのにジャンピングオッピーオッピーできねえ。え、あ、そっち。そっちじゃない。あ、これ通ってからまた動かせねえや。おー、いけるね。そっちにセットして、これでどうだ。お、あれ、ジャンピングホッピーホッピーが言いたいだけ。トゥルルー言うだけどさ、これ動かないもんね。え？意味がわからん。あれ？なんかジャンピングオッピーオッピー。いや、むず？なぜか知んないけど、ジャンピングオッピーオッピーが起動してた、今。謎のテクニックゲームになっちゃったんだ、このゲーム。あ？バッテリーがあるけど。なんだこれ。ああ、ここが開くようになった。普通に考えたらこういうのあれだべ、落としたらいいんじゃん。よっしゃー、ビンゴだ。で、まずここか。来るかもしれないよ。来ない。ああ、なるほど。特に怖くもないね。そしたらこれで登って、落とすってことだね。よーし！ただ！まあ、こっからだろうな。まず間違いなく来ると見て、いいだろうね。こんだけギミック、終わったんだから。すげえ！これがまさに両手に放ってやつか。これダブル入れ見せるわ。ほい。え？は？どこ行っちゃったの？あ、あったー！よかったー！ここだよね？ここだよね？ここじゃない？ん？あれ、ここじゃない？そう、あ、そっか、これ、ここ、あ、ここあったのか？あれ？あ、それでここに入れんのね。なるほど。来たねー。はっ！あ、音楽が流れてる。まあ、逆にか。こういう時こそな。さあ、スケベしようや。お、え、そこか。なんか書いてある。
怖い怖い怖い。で、どこ、これ、え、うんうん、デッドワイ、ちょ、もっとここ書いてくれ。え、これ戻ったらやばい感じしますか。あー、こうか、こうだ。おい、あ、また毒ガスだ。これ見えねえんだよな。え、見えない状態で追いかけられたら俺切れます、普通に。ここはいけないか。まあでもなんか逃げるようなルートじゃないね、一方通行だからね。ああ、だから開け、またか、もういいって電気おる。え、ショートカットかあいつっすかこれ。お前これ何これ。よし、あー、いって、いって、マジか、折れたかも。え、これ負け、あ、よかった、負け夢だ。花を見つけて、オッケー。後戻りはできないわよ。それはどうかな。ん、何？悪夢かこれ。悪夢だ。何をしてるか分かってるの？え？動けない。え？動けないよ。これ。来ない。よくできたゲームだね。私たちが誰か知ってる？ねえじゃん声。あ、ガスマスクがない、取られたから。今悪夢を見たってことなのか。え、逆に去ればいいの？命だけは取らないの？じゃあ蹴るわ、もう怖えし、もう蹴りまーす。うん、大丈夫そう？また停電してるし。
おかしいよ、ずっと。カウンセラー室からコードを回収して、ゾウの下に差し込んでほしい。電源を 100% にするんだ。頑張って。ん？カウンセラー室とは？あれ？ここだよね、カウンセラー室って。あれ？閉まってる。なに？コードってどこっすか、これ。あー、あった！これだ！セービング入りました。やばいです。ここにもいるかもしれないよ、もう。ここも安全じゃないよ。はい。また鍵かよ！これどこの鍵これ。うわ、もうついに喋らんやん、ウォーリー。やめたんだ、俺の手助け。この鍵だ。うん、見方はわからん。どっか開く扉があるってことだろ。え？これも装着するってこと？どこでどこも行くとこがねえわけだ。おお。これで十分なはず。そのでかいバッテリーをガス製造ゾーンに運んで、ここから一緒に脱出しようよ。おお。ケーブルカーのすぐそばに見えるあの扉だよ。頑張って。青いやつだ。それは青い。なんかバッテリーあったよね、パート1の時に。そこか。ここだ。帰ってきたね。あれ、こんな暗かったっけ。いや、もうごめん、襲ってこないで。本当にもう脱出するから。お前が去れって言ったんだから、去るんだからさ、やめてやね。いや、絶対こんな暗くなかったと思うんだよね。しかもめっちゃ引っかき傷あるし。いやー、こんな暗くなかったね。この右にあったはず。ほら、冴えてる。そうっすよねー、そうっすよねー。どういうことだろう。扉は閉まってたじゃん。わかんねえなー。で、ガスマスクも取られてるから多分長いしたら死ぬってことだべ。ん？いや、またこれ引っ張るところからかい、これ。戻りすぎだろ。いや、来るんかーい。もうあるんかーい。はい、こっから来たーで、ここ閉まってたよね。閉まってたのよ。どこ行けるかまず見とかないとな。ここは行けない。謎のスイッチ、これ刺したら動くってこと？あ、ここ押すという選択肢もあるのか。あれ？何ここ？え？こんなとこなかったよね。開いたのか。え、ちょっとこれ弾無限にしてや。あ、俺わかったかも。これプレスじゃない？プレスでぶち殺すってことじゃない？見えた、相手と殺人までのルートが。あ、ビデオある。あるかな。開かないね。これビデオを入れるとこはないね。だけども、だけど暗くて見えへん。うん、なんか関係ないかな。一応階段が閉まってること確認したわ。ここは開くかもしれないからね。オッケーかな。まず、ここのボタン、
で、ここのボタンね、オッケー。でも、いや、いいか。よし！おー、来た！早く！どうなる？怖すぎだろ、こいつ！ないよ。これは演出か。いや広すぎる。明らかに逃げる前提のマップだったみたいな。これあいつがだって通れるぐらいのさ広さがあるじゃん。俺にはわかる。逃げ回りセンサーがねバチコリ来てるね。オッケー。ただなんか特になんかどっか行くとこもなさそう。セーブ。キャットナップが来る準備しろ。え？どういうこと？え、どういうこと？ジャンピングジャンピング。部屋にまだバッテリーがあるはずだ。それを使って部屋のいろんなものに電力を供給して。あ、まず供給からじゃあやる。やだな。はい、これは入んない。あー入るわ。あー、なるほど。ディフェンスシステムっぽいね。ほらごめんなさい、これどうやって開けるんですか、これ。あ、これか。これで？あ、これか。あれ違う？ちょっと待って。わあ、歩き出すの怖いけど。どうする？え？後々かな？あ、部屋の前後左右には充電の準備ができた端子のある小さなくぼみがあるはずだ。見てみてくれ。部屋の前後で充電の準備ができたんし。ああこれね。オッケーオッケー、分かってるよ。分かってますよ。あ、これ、あ、なるほど。あ、なるほど。そうなってくると、え、これどうすんのこれ。ああ、こうか。こうで。あれ？あ、こうか。お、お、お、ごめん、ごめん、ごめん、何が起きてるか分かんねえや。どこで何が起きてる、これ。こう。ちょっと待って。こうでしょ？で、こうで。おう！ごめん、むずすぎる。これでどうやって終わらんの、これ。タイミングよくやれってこと？マジ？あー、ちょっと怖くてビビってたけど、これもうやるしかねえな。この端子の後ろの4つの受信機にバッテリーを入れるんだ。注意しろ、キャットナップが近づいてる。この端子の後ろの4つのバッテリー。なるほどね、そういうことね。何が起きるんで、そしたら。はい。クックル！は、めっちゃ斜めてるよ。みんな
割り、俺死んだ。あ、バッテリー抜いちゃった。バッ、き、消えた。は、早い。あ、なに、バッテリーが足りないのこれ。もう、いやいや、もうわかんねえよ。あ、おぉ、ですよねー、ですよね。いいよ。あんま怖くねえじゃん、これ。彼は素晴らしいやつだと思うんだけど、これ誰なんだ、これマジで。受信機にバッテリーが搭載されてる間は、充電により蒸気が継続的に放出される。見てみてくれ。あ、そうだったんだ。あれ？だからさっき、あれなんだ、ここからずっと放出してたからさ、蒸気が、ゲージがガーって減り続けてたんだね。なるほど。オッケーオッケー、またパニックにならないことだな。無理だけど。で、ここが電気ね。この電気はまあ怖いから取るという、あれは俺はないかな、これ。オッケーオッケー。だいたい仕組みは分かったな。うん、いいよ。ごめん、ここはどうやんだっけ？ここはどうやんだっけ？ここ。そうだよね。あ、これは。うん、ごめん、あ、そっ。あ、来てるね。うん、これと、うん、これどうするんだっけ、これ。ちょっと待って。大丈夫、ゆっくりやろ。あ、違うよ。おおお、うん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 、わかる、わかるわかる、うんうん、わかるわかる、うんうんうん、わかるわかる、うん、わかるわかる、うん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 、わかるわかる、うん、大丈夫大丈夫。バッテリー、よし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 、よし、いいよ。もうダメだな、これもう、あの、ほんとパニックになっちゃって、何もできなくなっちゃうね。あれ？なんか上にそう。ある。けど何もできない。これ、多分、後々でやるパターンだね、これね、戦闘中に。オッケーオッケー、これ覚えとこう。これねー、ここ蒸気出せないんだよねー。でもおかしくない？さっきやられた時ってこっから出てきたよね。どういうことなんだろう。それがここで絡んできてんのか。え、出せないよね。出すとこなかったよね。ちょっと待って、こうじゃん。で、ここがこうなんだよ。じゃあそっちは違うじゃん。で、こっちはここなんだよね。でもこれもまた変というか、だってこれはさ、こうしとけばいいじゃん。まあ、バッテリーの温存という意味で、ということなのか。これでこうでしょ？ちょっとここ出ねえのよ。で、ここも開かねえわけ。これなんなんだろうね。でもまあ、ここ開いたとしても、あ、あれあんじゃん。電気つなげるとこ。じゃ、ここつなげてここじゃん。100%。待て、なんか開ける方法やっぱあるよね。ないね。うん。ない。多分戦闘が始まってからだ、ここ。ちょっとね、一旦、ここ入れるやん？で、来るじゃん？
開かないね、開かないね、開かないね。ここも特にない。まあ落ちていこう。あ、まだ携帯そっちになってる。今度はむずい、ゲームとして。はあ、早い。ほい、よっしゃー、死にやがれ。なるほど。まずいバッテリーが。またここかよ、クソ。は、無視してる、無視してる。そっか、悪夢だからか。なんだよ、芝生ってことか。これ入んないの、入んないんだ。電気用意、電気。はっ、あ、開いた、やっぱり。じゃあね。おやい、おやい、そういう感じか。完全に理解したわ。大丈夫そう、オッケー。やばい、上か、上だったか。なるほどなるほど、オッケー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 。え、ここだから、あ、状況勝手に出てる。ちょっと待って、やばい、クソ、ドア前でも電気消すしかない。やばい、もう来てます。うーん、むずいやー。この研究は埋もれたままにしておくべきだ。誰も離れてはいけない。なんかあれらしいよな、コメントで、前回見逃したビデオ貼ってくれた人がいたんだけど、やっぱり子供たちを人形化してるっぽいね。だからこいつもそうなんだべ。ん？君の炎は本物と偽物をあらわにする？え？なるほど！これ使わなきゃいけなかったんだ！言ってや！言ってたか？あ、本当だ。あ、本物だ。なるほど。本物だったら、でもまだいいよね。多分電気がもったいないもんね。はい。そういうことか。いきなり難易度下がったぞ。ああ、何匹もいるんです。そういうことなんだろうか。本物だ。だけども、だけど、待て。いやー、終わったか、これ。こうで、こうで、こうで、こう！よっしゃー！ここ一旦外そう。何個も使ってたじゃ、持たないからね。ん？あいつか？消えない、うん、よくわかんねえ。と、ここに来てる時だけか。あ、本物なら、ここに入れて、いいよ。敵が悪くなってきたんじゃないか。あ、終わったわ。あ、死ぬんだ俺。なんでバッテリー抜いちゃったの。終わったわ、確実に。間に合うんかい、これ。優しすぎ、このゲーム。ほい、待って、クープ行ってますよ。はい、電気を消していい、もうしゃあねえ。電気がああだこうだ言ってたらもうクレできねえ。また本物かよ。どんだけここ攻めてくんのこいつ。あ、終わったか、今度こそ。あー、むずいなー。
うん、これ本物だけどそこから煙を出す手段がないからさ、これ死ぬってことこれ俺は。それかこれで入れたらどうにかなるってこと。ん？飽きますやー。え？ああさすがにね。ああなるほど、開ける工程があるよってことなんだ試合中に。確かにそれはむずいわ。でそっちがそこの煙で、そっちの男子がこっちの煙ってことか。オッケーオッケー。なんだそうだよな、ありえないもんなこれが途中で開くなんて。なんだー、いやー、4つ目来た。これどう、これまだなんこれ、まだか、いける。おわーい、おい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 、焦ってんのか、なんか足早くなってね。はーい、残念、勝ったな、勝ちは見えたね。いやもういすぎでしょ。あ終わった、終わったねこれね。うんうん、分かってる分かってる。うんうん、来た、ほい、これか、これが使えるようになるのか。あーもう、違う、こうでこうか、は？もう訳がわからない、これごめん、どうしたらいいんだこれ。もうあのクリアの仕方がわかんないんで、もう10回ぐらい挑んでるけど、もうクリアの仕方わかんなくて本当にもう怖いし、もう頭がおかしくなりそうなんで、ついたら聞きます。緑の手でマシーンに触れて戦闘終了しますって書いてあるわ。マシーン、これがこれか。でもこれ使ってないからこれだよな。やったんだけどな、さっきやったよね俺ね、パニックってて覚えてねえや。マジか。なんかもうすげえイライラしてきた。もうこんなに怖がりなのに、なんなんだろう。俺本来ホラー系とか、やっていい人種じゃないからね、どう考えても。で、毎回この作業やってんだよ。これ。毎回スタートまでに5分くらいかかるからね。5分は持った。2分。4つ目入れたよ、4つ目入れたよ、4つ目入れたよ、4つ目入れたよ。あー、なるほど。わかった。カウントか。あ、終わった。こっから俺難易度異常なんだよね。ほらね。あー、もうやだ。ほんとにやだ。もう、怖すぎる。もう、とんでもない体にかかるストレスが。うわぁ、もう、おごめん。俺、ほんとに今泣きそうになりながらやってるね。つか、もう涙はちょっと出てるし、なんか。もうこれ、ありえねえだろ。もう2時間半やってんだよ。もうね、ついにあれ、もうチュートリアル始まんなくなったもんね。これ、3回目ぐらい前から。ついに。もうこいつにチュートリアル必要ないっていう。もうゲームにそう判断されました。だいぶ冷静に立ち回れるようになってきたわ。ようやく慣れてきた。いけるいけるいける。マジでいける。でも、視界がもうプロだからね。なんか来ない。え、なんか来ない。あ、止まってる？
ぶか。あ、腕がなくなっちゃった。やったのか。さすがにもう怖いのないでしょ。終わったんだ。さすがにプロトタイプが脅かしてくることはないだろうし、勝ったのか俺は。マジで泣きそうになってた途中。なんでクリアできないんだろうって。フラグ立てんのこれ。え？あ、これか。はい。あ、行った。行った。おお。何回もできるってこと？うん、どこが動いていくか分かんねえな、これ。でも、どういうことこれ。あ、無事だった。ポピー、しかもまた成功した。不可能なこと、あなたを信じてたわ。キャットナップは死んだ。赤い煙も消えた。何もかもが落ち着きつつあるわ。あなたと本当のことを話さないと。お、あなたは同僚たちのために戻った。何が起こったのか知りたい。これが答えよ。それは喜びの時間。みんな死んでるべこれ。襲われてる、ハギーワギーに。
生き延びるためにね。悲鳴がまだ聞こえる。何が起きてるの？なぜこんなことに？あれは一体何？あれはただの無差別な虐殺だった。みんな殺された。有罪も無罪も関係なく。あんな死んだのに何も解決しない。それであいつらは死体を絶対に見つからない地下に一人ずつ引きずっていったの。それで死体を食べたの。生き延びるために。おお、プロトタイプは生かしておけない。絶対に許さないわ。なんでこいつは味方側なんだろう、このハギーワギーは。それがよくわからない。下に着いたらすぐにエレベーターを戻す。ちょっと待っててね。どうぞ。怖いなこいつ。いやこれ体重重い、こいつ。え、何も言わねえわ。ほっ、うん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 、ああこっちか。失礼。いかんせんも脳がバグってるんでね。下に着いたら用心が必要よ。もしかしたら。え、一体何を。そんな、やられちゃった。ダメダメダメ。え、今行く。もう少しだから。やばいやばい、もっと早く。ピーチ。ここで終わりなの。うわ、死んじゃった、騎士。はい、ということで、なんだろう、もう、マジで、ごめん、感想は本当に自分頑張ったなっていう、まあ、それっすね。本当に、この8年の実況人生で一番怖かったかもしんないなぁ。うわ、頑張ったなぁ。あとまあこれ普通にストーリーおもろいね。ストーリーおもろいんだけど、まあ多分まだ新作が1年半とか2年後に出ると思うんだけど、え、ちょ、やらないかもしんないね。現状ちょっと、もうできる気がしないわ、俺。怖すぎる。でもストーリーは気になるから、まあ人の見たりするかもしんないし、まあ心変わりして、やるかもしんないし、またそれはちょっとね、まあ、2年後ぐらいの自分に任せようかなと。いや、なんか、進化してて、すごかったわ、3は。はい。以上です。もう、何も言えねえわ。